はい、皆さん、先ほどに続いてミリちゃんと上竹プロです。よろしくお願いします。お願いします。せっかくバリューゴルフ大崎に来たので、シミュレーションゴルフをしながら語らうという動画を作りたいと思います。イエーイ。東北福祉大学、はい、そうです、出身ですよね。はい、日大ですよね。はい、副キャプテン。はい。で、同世代で、いや、選手としてはお互いのこと知ってたらしいんですよ。でも、直接話したりとかないですよね。初めましてです。初めましてです。ストロークで3ホール2人で、話しながら言ってもらえればいいと思うんですけれども、場所はですね、ペブルビーチだそうです。行ったことあります？ないです。ないよね。行ってみましょうね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、では上竹プロの第1打目です。はい、どうぞ。お願いします。お願いします。どうですか？フェードを狙ったんです。ガシャって言った。どういうこと？飛びすぎても向こうの林に入ってきました。やばい、本当だ。OB ですか？プレイヤー1。 OB ではない、はい、暫定林入りました。プレイヤー1、どんな選手だったんですか？そんなすごい見たことはなかったんですけど、とっても有名な偉大な方だと思ってます、私は。そんな有名じゃない。エースだったんですか？東北福祉大ではもうエース。いや、僕の代にはエースがいるんです。どうなったんですか？日がかすき。この前勝った人は、ね、日がかすきです。さん、でも同じくらい有名な人。え、有名ですよ。どうですか、素振りが反応しちゃって。あ、もう一回リセットできます？一回やります。確かに、はい、そうですね。じゃあ行きましょうか、1打目。それでまた右に。はい、右でお願いします。じゃあ1打目、なかったことの1打目。はい、はい、お願いします。どうぞ。向こうのラフ。ラフですね。お願いします。お願いします。左。 OB ですか？いや、え、次プレイヤー2、ね、プレイヤー1。あ、僕ですか？9番アイアン。え、めっちゃフックする。絶対まっすぐだってやつ、ね、難しいですね。はい、シミュレーションゴルフってやります？いや、初めてです。あ、そう、はい、副キャプテンはどんな選手として有名だったんですか？ビューティー&スマイルビューティー&スマイルだし、ゴルフは上手いし、うん、完璧でしたね。結構、羽織ってく完璧ですよ。あ、本当だ。行くね。大丈夫ですか？ここで修正してこそね。シミュレーションゴルフを攻略する。そう、ボール置く位置とか関係ないですよね。え、これバンカーですか？バンカーな。バンカーは、え、バンカー、じゃあバンカーっぽく打つんですか？ね、多分普通に打ったキャリーが 70% とかになるみたいな感じ。70、60% とか、うん。え、キャリーの距離、うん、しなくていい、しなくていい、しなくていい。ほら、え、うまっ、入る。素晴らしい。ナイスパーでございます。やったー。寄せワンです。二人とも初めてのシミュレーションゴルフ。正面に。ありがとうございます。正面の正面です。おお、でかい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 。やばい。パターが、え、パターはパターが難しそう。どうするんですか？普通通り打って。ミンゴル風で。ラフです、これ。ああ、ラフ。あ、まだグリーンオンしてない。プレイヤー。まあ、とりあえずでも9ヤードぐらい打てばいい。ラフで9ヤードってことです。あ、オッケー、そうです。まあ。え、強い。
山。いや悔しいよ。10.5 フィート。え速さじゃないですよねこれ。え？1フィートで30センチ。ああ長さですか距離か。3メートル。おお。ボギーです。現役プロゴルファーに何をさせとんのかな。さあ1ホール目は田辺選手がパー。ナイスパー。ありがとうございます。素晴らしい。あ、本当に痛いのか。これを読み切らないとダメなんだ。あ、でもフェアウェイ。そうなんですよ。フェアウェイ。かかりやすい。そうなんですよ。もうちょっと調整限。ってことは、え、これの出玉を右に出したら返ってくるってことですか。出玉の右。いや、おっと、試してみる。じゃあ、試してみます。おお、スペードが。え、なんだろう。あ、難しそう。プレイヤー2。難しいですね。222は届く。普通だったと思うけど。3番です。3番。おお。美しい。ピンこっちですよ。160しか飛んでない。辛いよ。辛口すぎません。209ヤード。60ヤードラフだったのかな。そしたらバンカーですか。はい、バンカーっぽく。バンカーっぽくちゃんとしてる。今イメージをバンカーにしている。バンカーにし219。またバンカーする。プレイヤー2、65ヤードラフ。大きめにちょっとシミュレーションを攻略してた。それ何、50度。いや、52度です。52度。なんか、あ、分かってる人の動きになってきてる。え、今はだからコーディネーショントレーニングでシミュレーションゴルフをつかめてきたっていう感覚がついてきたんじゃないですか。わあ、すげえ。すげえ、こっちも対応してきた。いいパターンを使ってらっしゃる。いいパターンですか。いいですね。おお、カップ舐めた。4.2 フィート。優しい。シミュレーションゴルフとの戦い。入った。今は1打差っすね。1打差。はい、本気を出しますよ。これ最終ホールですよね。3ホールですね。はい、最終ホールです。方向まっすぐで大丈夫。あ、変えます。まっすぐ200行くとバンカーのとこ行きますよ。もうちょっと右にしてください。ワンオン行こう。煽る。右でいいですか。はい、あ、ごめん。ペブルビーチで曲がるのか。あ、またあ、ちょっとトレーニングの成果が出てきます。そう、フックボール。本当だ。読み切った。ああマジでコースなり。え、すげえ。232。やった。あ、まっすぐでいいっす。はい。僕も多分フックする。ちょっとトレーニングのちょっと成果を見せますね。おお、曲がりすぎ。
あ、大丈夫？おお。プレイヤー1、サンド。右奥のバンカーに入ったんだな。117。ペブルビーチっていうのはなんかちょっとえぐいですね、あのバンカーの位置が。そうっすね、やらしいっすね。あー、いい球だ。あ、でかい。大きい。そこはバックスピンしてくれない。ピッチングでした。ピッチングです。ピッチングの抑えです。102。次入る。ピッチング。ラフ。おー、綺麗に。あれ、右に行った。すごい右行ってます。え、大丈夫よ、こいつ。これプレッシャーだよ。イメージ的には乗ってるんですけど。手前なんですか、これ。バンカー。バンカーじゃない。影。あと、大きくないですか。40点ぐらいだ。そう、私一人でプレイしてるみたいな。ごめんなさい。これ難しいね、これ。これパーパットだよね。ショット3って書いてある。ああ、3だ。終わったってことか。でも入れないとやばい。上りのスライスラインですね。結構遠いし。ナイスタッチです。終わったよ。ボギー。 OK ボギーですか。 OK ボギーということは、はい、これを決めれば今バーディーパットですね。そうです、勝ちです。僕の勝ちですよね、はい、これを決めれば。普通にノリいい。本当に面白い。逆にプレッシャーかけてきたね。ああ。はい。引き分けです。ということで、はい、東北福祉大学 VS 日大は引き分けですね。勝手に大学をかけた戦いになっている引き分けとなりました。はい、お疲れ様でした。仲良く終わりました、はい、どうでした、初めてのシミュレーションゴルフは。なんか違う意味で頭使いました。難しかったです。思った球がなかなか出せないです。もうちょっとトークさせたかったんですけど、今度、はい、またしてほしいんで、上竹プロまた出てください。はい、いつも呼んでください。めいちゃん、のテスト中の大変な日に来てくれてありがとうございます。とんでもないです。試合お疲れ様でした。ありがとうございました。また頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さん、お二人の応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。せっかく使わせてもらったので、バリューゴルフ大崎さんの、ご紹介させていただきたいと思うんですけれども、ここは大崎駅から歩いて来れるニューシティ、はい、ニューシティとニューシティ大崎です、はい、にあります、はい、で、打ちっぱなしもあるんですけど、ジーパーズショップです。ショップですよね、はい、ゴルフグッズもたくさん販売して、これ輸入のそうですね、売ってるのが有名な、はい、メインは輸入なんですよね、はい、これ日本で売ってないだろうって商品あったら教えてほしいんですけど、あ、そういう掘り出し物もありそうなお店の方なんですけれども、はい、これ面白いよってやつをちょっと紹介してほしいな、はいはい、じゃ あの、まあ、代表的なのがここの、まあ、コーナーでバーカーだと思うんですけども、はい、あの日本で400セットで一応終了してるという話なんですけども、タイガー・ウッズが使用してます P7TW ですね。全く同じスペックの、は、はい、そうですね、はい、一応これが今7本セットなんですけども、8本セットもありますので、まあ、これなんかがいいかなと思いますね。あ、これなんですか。これがあの今度全米オープンで買ったゲイリー・ウッドランが使っていました、はい、ウィルソンです。ウィルソン、はい、今ではなかなかないこうモデルかなと思いますね、はい、あとはケプカが使ってましたこの JPX919 ツアーってやつですね、はい、これもなかなか日本じゃ手に入らないんですか。日本では一応限定で少し販売してたみたいですね、はい、一応アメリカでは普通に通常販売してます、はい、あとはもうあれですかね、リッキー・ファウラーがこちらの、ね、はい、ダバードも使っているコブラ、かっこいいっすよね、日本じゃなかなか見ない。
じゃあ、 PGA のツアーの選手が使ってるあれなんだろうって思ったものがあるかもしれない。そうですね。あ、なんかすごいいっぱいあるんですよ。何人くらい？11のレンジで、はい、要はうちレッスンも当然やるんですけど、はい、やっぱり練習をいかにやるか、はい、っていうところで、このスイングナビっていう、あ、自分が見たやつね、はい、使って、はい、自分のスイングが後から動画で見るやつですよね。そうです。おー、気持ちいい。で、声が出てくる。そうなんです。これいいクラブだな。ちょっとスタンスが狭い。これで自己チェックをするという形です。で、一応こういうレンジが11アウト。これもお借りできるんですか、クラブ？あ、もうここはあるの休憩室なんです、はい、うちのメンバーさんの皆さん、はい、休憩室で、これはレンタル全部用意しています。VIP ルームに行くと、本当2人が楽しそうな男女が談笑しています。VIP が談笑しています。ここはどんな部屋なんですか？ここはもう基本的に、はい、VIP の会員様のプライベートレッスンで使う場所です。こうやって会員って普通の会員、VIP 会員っていうのが分かれてるんですか？そうです。わ、すごい、VIP 会員じゃないとダメなんだ。今 VIP 会員で2人です。今 VIP です。はい。うちの、まあ、空いてる時、レッスンじゃない時はここ4人までで、はい、貸し切りで利用できる、はい、できると、はい、空いてる時間。そうです、そうです。これですよ、皆さん。じゃあ大崎にちょろっと寄って、はい、本当にゴルフみたいな親しんでいただくというスペースとしては、いろいろ飽きないような作りにはさせていただきます、はい、足立さん、ありがとうございました。はい、どうも、失礼します、はい、皆さん、バリューゴルフ大崎をよろしくお願いします。どうも。